はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちら FIT3RS です。はい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 、今日もやっておりました。いやすごいの来ましたよね。あの今日もねホンダカーズ大阪東花園店さんで、ね、中古販売の方をレビューしようと思います。早速外装の方見ていきましょう。ホンダフィット3RS ということで、いかついのが来ましたね。すごいなんかいろんなパーツついてますよね。気になるお値段、208万7000円です、税込みということで、走行距離は 23,558km ですね、初年度登録平成30年で、車検が、令和の4年の3月までついております。いやいいの出たわっていう感じがする。いやこれねまず気になるのがこの無限のパーツ。結構ねあのフィットのオフ会とかね行ったらよくこういうの見るんですが、街中ではねあまり見ないですよね。でこれフロントグリルもねだいぶ変わってますよね。ほら見てこれ、こんなに出張ってんの。これなんか擦りそうやけど車高はそんなに下がってない、下がってるっていう感じ。あ結構低いな。うんこのね指3本2本半ぐらいかな。やっぱね車高下がってますね。ほら奥に赤いサスペンションが見えますよね。エンジンルーム開けてみました。あなんかアーシングしてるような気がする。これ青いやつなんかコードが変わってるような。あとちょっとねごめんなさい、何いじってるかわからないんですけど、これ清掃の方もね入れてるということで結構綺麗に保ってますよねエンジンルーム。ここのこのちょっとした赤色が効いてるよな。うん、あこれ結構いいよな、なんかちょっとブルーっぽいな。上に2つちょぼがつきますね、ちょぼが。まあライトはねあのまだインライン型になる前のモデルになりますが、いや十分かっけえわ。で流れとるで、これほら後ろなんかちょっとわーだいぶ変わっとるよこれ。何このテールランプ、え何これ、こんなん、こんなテールランプあるんですね。あーすごいすごい、だいぶ変えてるぞ下回り。でかない、これなんかさっきからボーボー言うてるなと思ったら、すごいかっこいい日本だし。やっぱこれ RS ってすごいっすよ、なんかこう走りそうだなといかにもそんな感じがします。あれこれもこんな位置あったか、これはこんな位置でやってんの、なんかおかしないこれ、なんかおかしない。これ普通のフィットハイブリッドですけど、ほらあれこれが普通ですよね。これなんかちょっと付け替えてるんかな、ひょっとして。これパーツ自体は純正ですけど、これなんかこんなことできるんですね。おもろ、これどういう風に動くんやろ。ああ、でこれほら、カーボン調の。ねえ、いろいろ変えてるな。あ、赤いエンブレム。うん。あ、ジャズのステッカーも貼ってますね。なんか海外名がジャズっていうらしいんですけど、なんかその辺もこだわって、いろいろ、パーツ付けてる感じですね。ほら、ここもジャズ。これは貼っ付けてるやつかな。いや面白い。ではちょっとね内装を見てみましょう。お邪魔しますと。お内装はねこんな感じです。まあ、前のオーナーさん結構大事にやっぱ乗ってたんだなという感じがします。ほらこれシートこんなんよ。ほらこんな感じ、すごい高級感で、シフトネボもねこの無限のヤーツがついてますわ、この丸っこいヤーツ。なんかちょっと短なってねこれ、あなんかちょっと、あ違うわ、ショートストロークになってるような感じ。なんか謎のパーツもついてますね、こういうメーカーのヤーツです。なんかいろいろついとるな。あスピーカー、ツイーターも追加されてる。ちなみにねペダルもなんかパーツがついてますね。でこれほらちょっとね今後部座席、これタワーバーが室内入ってますね、すごい。
ちょっとこれね、ちょっとだけ試乗できるんで、乗ってみようと思います。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あれ、これちょっとハンドル変わってる。ハンドル変わってた。何これ。なんかね、ごめんなさい、ハンドル気がつかなかったです。これめっちゃ変わってる。え、こんなんあんの。こんなパーツあるの。すごいボコボコしとる。はい、フィット RS。 いやー、すごい6速マニュアル、今運転しております。わー、今ね、ちょっと2000回転ぐらいで2速でゆっくり走ってます。かなりこれちょっとトルクが高いように思えるのは私だけでしょうか。なんじゃこれ。軽い。軽いじゃんこれ。あー、これちょっとやっぱ今のね、フィット4は、RS がないんですよね。マニュアルもないと。ハイブリッドもいいんですけど、この NA の 1.5 リッターの、うわぁ、全然、すごいぞ、これ。全然すごいぞ。全然すごいぞ、これ。わぁ、これ RS、っていうか、フィット、みんな好きな方の気持ちがわかる。わかった。実はさっきね、ベゼルのモデュル X 乗ってたんですよ。あれね、結構モデュル X の足回りサスペンションが純正のパーツとしてついてるので、最初からついてるんですよ。あれから比べると、これなんでしょうね、どこのメーカーのやつが入ってんのかな。ちょっと足回り変わってましたね。そんなにね、嫌な感じじゃないんですよ。モデュル X のやつは結構ね、硬いなと思って、たんですよね。ベゼルのやつに関しては。ただちょっとね、今これこの RS の足回り、ちょっと今運転が下手でギクシャクしてるんですけど、あ、いいよこれ足回り、すごいすごい、お、すごいすごい、これええぞ。だいぶ仕上げとるな、これ前のオーナーさん。だいぶ金かけとるな。え、これ208万7千円ですね、税込みで。わぁ、こんだけ仕上げようと思ったらだいぶいきますね。で、この無限のね、ミラーがいいっすよね。これなんかちょっとブルーなんですよね。この、ミラーがブルーがかってます。運転もしやすいし。まあ、あえて言うと、ちょっとこのシートカバーが、ちょっとツルツルしてね、この背中がこうツルツルしてこう横に、これ取ってもいいんじゃないですかね。なんか布シートの方がホールディングがいいような気がします。よし、ちょっとミートポイント分かってきたぞ。うわー、すげー楽しいぞこれ。クイック。いやー、これはね、ちょっとシビックではちょっと味わえない乗り味ですね。これフィットだからこれができるんか。はい、もうすぐ U ターンして帰ります。ちょっとね、あんま走行距離、伸ばせられないので。はい、こちらの車ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくはね、下の概要欄に貼ってます。カーセンサーとか、この車の情報をね、出しておりますので、ぜひとも詳しく知りたい方はそちらをクリックしてみてくださいね。6速マニュアルでもうキビキビ走って結構エンジン回したいなという方は、この車おすすめです。シビックタイプ R とかはね、怖くてね、エンジン回せないんですよ。なんですけど、結構この下道でも、回転数を上げてね、楽しんで、乗れるんで、いや、これはいい車だなと思いましたね。はい、というわけで今日は、ホンダカーズ大阪東花園店さんの中古販売でした。私のチャンネルも面白いと思った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけでお問い合わせの方お待ちしております。
じゃあね、バーイ。